皆さんこんにちは。ここは愛知県の県庁所在地名古屋です。今日は所用で長野県の飯田に行くんですけど、飯田線のくっそ遅い普通列車で行くのは嫌なので、今回は高速バスで行きたいと思います。というわけで今回乗車するのは名鉄バスセンター9時ちょうど発中央自動車道高速バス昼上温泉経由飯田行きです。バスがやってまいりました。はい、入ってくるシーンを撮ろうとしたんですけど、なんか名鉄バスに被られてしまいました。これはいけませんね。後で苦情の電話を入れようと思います。はい、まあそんなことは置いといて早速乗車していきます。車内はこんな感じですね。9時ちょうど帝国通りに名鉄バスセンターを発車しました。飯田駅までの所要時間は2時間30分、運賃は2600円です。ちなみに名古屋飯田間を JR の普通列車で移動した場合、所要時間は6時間、運賃は3740円で、時間料金どちらの面でも高速バスに大敗しています。ちなみに新幹線と特急いなじを乗り継いだ場合でも3時間半かかります。もう鉄道に勝ち目はありません。もう飯田線なんていらないですよ。まあ鉄道の批判はほどほどにして車窓の解説をしていきましょう。中央道高速バス名古屋飯田線をご利用いただきましてありがとうございます。このバスは昼上温泉経由特急飯田行きでございます。このバスは名駅入り口から名古屋高速都心環状線に入ります。そういえば名古屋高速って料金が改定されたらしいですよね。ここで進行方向左側には愛知県庁と名古屋市役所が見えます。なんかクッパ城みたいですよね。ちなみに一瞬ですがテレビ塔も見えました。東片端ジャンクションからは名古屋高速1号楠木線に入ります。このバスは現在楠木ジャンクションを走行中です。ここから先は11号小牧線を走行します。ちなみにあっちの方には県営名古屋空港が見えます。見にくいですけど飛行機が飛んでますね。 FDA かな。はい、でこのバスは小牧北インターから東名高速に入ります。はい、小牧城が見えますね。ちなみになんですけどこのバスはサービスエリアでの休憩はありません。残念。サービスエリアの休憩好きなんですけどね。はい、そして小牧ジャンクションからは中央自動車道に入ります。このバスは現在東華台のあたりを走行しています。東華台といえばピーチライナーで有名ですよね。ここでバスは本線から外れ停車しました。9時30分最初の停留所である中央道東華台に到着です。ここからは2人ほど乗ってきたと記憶しています。ここであちらにはうつつ峠パーキングエリアが見えます。これが見えてくると間もなく岐阜県との県境になります。はい、岐阜県に入りました。今見えているのはクソ暑い町多治見の町になります。はい、結局日本一暑い町って多治見と熊谷どっちなんでしょうかね。ちなみにこの中央自動車道は山間部を走るためにトンネルが多くなっています。はい、でこの辺りはまあまあ眺めの良い区間になっています。10時19分中央道馬込に到着しました。このバス停は三坂というパーキングエリアの中にあります。ここで降りたら外に出れるんでしょうか。はい、中央道馬込を発車です。それにしても景色が綺麗ですね。でおそらくあそこに見えるのは標高2191メートル、木曽山脈の最南端恵那山だと思われます。そして今からこのバスは全長約 8.5km の恵那山トンネルで、その恵那山を越えることになります。ちなみにこのトンネルはこのように信号機がついています。はい、これはね、
全長 5km 以上のトンネルに設置される、トンネル用信号機というもので、トンネルで何か起きた際にドライバーに知らせるためのものになります。なんか高速道路でね、信号機を見るとちょっと違和感がありますよね。はい、恵那山トンネルに入りました。でこのトンネルで恵那山と同時に岐阜と長野の県境も越えます。ちなみにこのトンネルを抜けるのにはだいたい 7、8 分かかります。10時21分ぐらいにトンネルに入って、10時28分にトンネルを抜けました。なーげー。なんかトンネルの中はね、夜行バスに乗ってる気分になって、嫌でしたね。ちなみにこのバスは恵那山トンネルを抜けてすぐの園原というインターチェンジで高速道路を降りました。ここからは下道で行くことになります。まあこれは余談なんですけど、私は過去に一度ここ園原にキャンプをしに来たことがあります。はい、まあそれだけなんですけどね。はい、ここからはあち側に沿って走っていきます。ちなみにこの道沿いには、花桃っていう、桃の木がうじゃうじゃ生えています。綺麗ですね。あ、ちなみにね、今見えた建物は東山道っていう蕎麦屋なんですけど、キャンプに来た時ここで飯を食おうと思ったら店がやっていなかったという苦い思い出があります。ちなみにね、その後は山をちょっと下ったところにあるサークル系でカルボナーラを買って食べました。はい、10時40分ぐらいに昼神温泉に到着しました。ここでは6人ぐらい降りていった気がしますね。もう本当にね、このあち村にはそこら中に桃の木が生えています。はい、麓の方に降りてきました。いい感じの田舎ですね。なんか将来もし移住するってなったらこれぐらいの田舎がベストだと思います。はい、ここからは国道153号線を走ります。ちなみにね、バスはもう飯田市に入っています。ここで右側には飯田インターチェンジが見えます。昼神温泉を経由しない便であれば、この飯田インターチェンジで高速を降りることになります。時刻は間もなく11時になろうとしています。はい、あそこには飯田線の線路が見えますね。列車は間もなく飯田駅に到着するようです。なんかあっという間でしたね。11時10分ごろ飯田駅に到着しました。名古屋からここまでとても快適な移動ができました。はい、ちなみに鉄道で行った場合、列車はまだ多分どうだろうな、新城ぐらいにいると思います。いやーマジでね、もう飯田線なんていらんやんけ。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローをお願いします。それではさようなら。